一区は、ホーチミン市の区の一つ。ホーチミン市の金融、商業、行政の中心であり、市庁舎と多くの国の総領事館がここに位置している。フランス領インドシナ時代に、フランス人建築家によって都市計画された都市であり、公園、波軌道、大きなラウンドアバウトなどが整備され、ゆったりとした作りになっている。市中心部、サイゴン川の北西岸に位置する。 北は3区、北東は地芸運河を挟んで、ビンタイン区、東はサイゴン川を挟んで、トゥルック市、南はベンゲー水路を挟んで4区、西は5区に接する。市内の交通の要であるサイゴンバスターミナル及び9月23日公園バスターミナルは、この1区にあり、100を超える市内路線のかなりがここを経由する。他に、退任証木売のカンボジア国境行きなどの、 市街路線にもこのターミナルを使うものがある。タンソンニャット国際空港までは約7トルであり、バス路線も存在する。また、川岸には大型貨物船も入港できる設備が整っている。5つ星ホテルや高級レストランの大部分が1区に一致している。1区は銃の棒を管轄している。住所表記では棒が略称で書かれることが多い。ありがとうございます。